怪物だらけだ。この町はダメだ。怪物は大きくて狙いやすい。やれるぞ。
街を奪還しろ。ヤツらは遮蔽物を利用した3回体系を取る。左右の確認を忘れるな。
まだ効果兵だ。こちら輸送機、現地に到着。これより投下する。ならないのだと思われます。もし重装備なら厄介な相手だったろう。さらに効果兵は数日で撤収することが分かっています。何？効果兵は行動できる時間が限られているようなのです。おそらく地球環境に適応できないと考えられます。だとすればエイリアンには対処できる。やはり問題は怪物か。奴らは繁殖する。封じ込めに失敗すれば人類は終わりだ。